五感の中で一つだけ生きるなら、一つだけで生きるならどれ選びますか。どういうこと？どういうこと？視覚じゃないかな。視覚じゃないかなと思ってるんだけど、どうでしょう。まあやっぱりね、景色見たいし、インスタ映えブンブンの料理見てみたいし、まあ最悪聴覚なくても、あの視覚があれば筆談できるし、最近のテレビって字幕よくついてるし、まあ、配信は見れないかもしれないけど、切り抜きには字幕ついてるしね、まあ、視覚があればね、視覚があったらさ、大事な人の表情が見えるんだよ。俺はそれが嬉しいな。資格があったら本も読める。バイオリン弾けなくなっちゃうな。まあそれはそうだけど、それはそうだけど、まあ俺の自己満だし、絵は描けるよ。バイオリン弾けなくても、バイオリン弾けなくても絵は描ける。字幕付きだったら映画も見れる。俺は資格かなって思う。パソコンも使える。最悪バロラントもできる。もう全部全部目で、もう視覚情報だけで全部、足音とか何も聞こえんけど、おらっつって、なので視覚じゃないかと思っております。